ニュース行ってきましたで、す。さて今回はどこへ行ってきたんですね。行きました。はい。<laughs> し珍しく行きました。はい。はい、あのー、まあ現物見たいっつうのもあったんで、ちょっと見せてくださいっ,って見せてもらいに行ったんですけど、はい、ローラブルディスプレイを搭載した、はい、あのー、コンセプトモデル、OPPO X2021 という機種があるんですけど、はい、これを見てきました。 なんかこうネーミングがまず2021もついてるし、うん、OPPO さんだし、うん、でその前にローラブルディスプレイという、はい、私初めてです100問は一見にしかずでぜひあのムービーを見ていただきたいんですけども <laughs>、はい、まあ簡単に言うと6.7インチのディスプレイを搭載したまあフラットな板型スマートフォンなんですけど、はい、横のボタンを操作すると。 ディスプレイがうーんとこう広がります、はい、広がると7.4インチになるっていう白物でございましてこれぐらいのボディサイズだったやつがウィ、はい、ーンとかで広がっていくみたいな簡単に言うと巻物みたいな構造になっていて、はい、で中にそのまあいわゆるモーター、はい、モータードライバーっていう言い方をしてましたけどモー,ー、ね、モータードライバーが。 2>, 2つ内蔵されていて、はい、このロールの部分に関しては 6.8mm ぐらいの,その軸が入っていて、はい、で、まあ、まあ金属のフレームを使ってで電源ボタンのところを操作するとその隠れているディスプレイとかがニューッと出てくるとこれは発いやあの最初にもお伝えしたんですけど、まあ、一応コンセプトモデルなので、はい、このまま発売されることは今のところないと。ただ、当然その で別に開発のためにやってるわけじゃないんで、はい、一応だからやっぱりまあ製品化は考えていて準備をしているのでまあそれ向けた要するにまあ商品化できるレベルまでその例えばまあ今日の,そのレーザーの話じゃないけど耐久性とかいろんなものを含めてまあ今とりあえずまあ検証していると。ちなみに現時点でも後ろ側にカメラが当然ついてるんですがこれ実は。 カカメラカメララいいっててて震度測るが実は例えばお家とかでこうこ,こにソファー置きたいわって言ったら、はい、こうやってぱっと見たらこ,うここにソファーがあるように見えるオーギュメントリアリティがありますけどこれと同じようなことがまあできるようにしてみたりとか、うん、映像コンテンツも楽しみやすいように例えばスピーカーも結構強化したりとかいろいろ工夫はしてるんですが、うんまあ、ただ現時点ではまあすぐ出しますよという話ではないということだそうです。 だからそうすると今度次使い道用途はどんなところに適して、うん、まあだから縮んだ状態は普通のスマートフォンと同じなんではい、はい、その状態で普通に使っていただいて、うん、じゃあ例えば外出中にちょっと地図広げてみたら、うん、大きい画面で見たいなってねニューッと広げるとか <laughs> 電車乗ってて今まではこうね電車並んでる時はこうやって待ってんだけど「<laughs> ああ座れたわ」って言って「じゃあもう今日はこの後帰るまでずっと」 ゆっくり本で上向かってからニューッと広げて電子書籍とか電子コミとか見るとか当然動画も見るだろうしそういう使い方ができますた、はい、あとはまあ大きい画面の,その画面分割を結構してね複数のアプリを同時に動かしたりするじゃないですかああいう使い方もできるのでまあ結構いろんなニーズに応えられるかなっていうんでまあもしかするとそういう形で これから広がっってていく世界ってディスプレイが広がるじゃないけど、うん、まあさっきの今日のねご紹介したその,あのモトレーザー 5G もそうだけども、はい、曲がるディスプレイっていうのは結構、うん、これから結構鍵かなとちなみにあのテレビの世界では LG さんが今ローラブルーを一回今年の1月かなに、はいえー、去年か去年出したのかな、えー、と一応出してあの見せてはいるので。はい あの韓国では確か売ってたはずなので買ってる人いるっておっしゃってましたから、はい、まあ向こうの人がね、はい、だからまあそういう世界がこれから増えてくるのかなという感じだと思いますのでんまあちょっと期待しましょうということで,、まあ、であと、まあ、今回そのッポさんのところで、まあ、そのこれをその、えー、ローラブルディスプレーを見せてもらったんですが、はい、おまけで、はい、ちょっとあのオッ p ファインド X3、うん、プロこの前発表になったちょこっとだけお伝えしましたけど、はい、あれの現物も見てきました。あ で背面のカメラのこ,のなん,かこ,こんなこんもり盛り上がってるのがなんかどうなのっていうのは結構、ねはい、ネット上の意見とかでもあったんですけど今までのってこうなんか板状のものになんかカメラモジュールをパッと埋めましたみたいな感じじゃないですかうそう全部こう綺麗につながってるんで。はい なんか未来感があってあ<ー>結構いい感じでしたね。早急に使いたいんで貸してって今お願いしてますんで。これはじゃあ発売が決まった。ええー、はいそうですね。だから6月に一応発売される予定なんで、はいはい、ええー、まあこれちょっと、うん、あのお楽しみというかお待ちくださいって感じ、ね。なるほど。えー、スマートフォンも新しい形にまた移行が進んでいくんですかね。そうなんですよね。だからまああの今日のねそのレーザーの話もそうなんだけど。はい なんで折りたたたみが流行っっのかっていうことを昔ねそれはやっぱりもしもしはいはいだけだったら別にストレート勝でよかったんだけどコンテンツ見るからメール見るからメッセージ見るからってで折りたたみと折りたたみした時は閉じたら画面は消えるから電池長持ちしますよねみたいなところもあって生まれてきたのもある。今のこのこれがこう 例えばギャラクシーホールダーでこういうのもあれば、はいはい、Z フリップでこのもあるし元レーザーもそうだけども、うん、これはやっぱ新しい使い方を今みんな模索してる際になるローラブルも同じだと思うんで、うん、ちょっとこれから数年こういう新しい形新しいデザインっていうのは結構増えるかなと思うんで<ー>是非これがなんか定番化されるって大体予想は3年後ぐらいにはもう定着するものですか また楽しみです、ねはい、なんで曲がるディスプレイもちょっと今後ご期待ということで何が出てくるかまたあの何か情報が入ればまたお伝えしたいと思います。はいはい